はい、それではよくわかる解説。あなたのことを心配すれば何々こんな小言を言うんですよ。これはあなたのことを心配すればこそですよね。何々すればこそ、とてもよく使う表現です。あんなだらしない女性が好きなんて君もだなあ。ここには物好きという言葉が入ります。物好きというのはちょっと変わった趣味だなという時に使う言葉です。電車の中で大声で電話するなんて非常識も何々。ここは非常識も甚だしい、4番の甚だしいが入ります。とても非常識だという意味です。彼女の中国語何々まるでネイティブのようだ。彼女の中国語タルヤという言葉を使います。これは中国語はを強調した言葉ですね。彼女の中国語タルヤまるでネイティブのようだ。彼女は来月のモデルデビューに向けて何々自分を磨いている。ここにはひたすら一生懸命ですね、ずっと自分を磨いている、ひたすらが入ります。弁当箱には母の手作りのおかずが何々詰められていた。さあここに入るのは何でしょう。お母さんの手作りのおかずがぎっしりと、ぎっしりとはいっぱいね、お母さんの手作りのおかずがたくさん。やばい、給料日までまだ10日あるのに口座残高が2000円しかない。口座残高と言いますよ。あと2000円、10日、1日200円で暮らさなければなりません。新システムの導入で何々手続きが不要になった。これは煩わしい手続きになります。2番は複雑のが違いますね。複雑なであれば2番が正解です。交渉があまりにも何々まとまったので驚いている。これはすんなりまとまる。すんなりまとまるというのは問題がなく早く解決するという意味です。彼は前回の何々を反省し今回は完璧なプレゼンをやってのけた。これはしくじりですね。しくじりは失敗という意味です。しくじったという動詞もあります。浮気がバレないかと何々している。さあこれはビクビクですね。とても怖がっている様子です。ウキウキは喜んでいる。うっかりは忘れちゃったり油断したりすること。すっきりは何もないという意味ですね。バレないかとビクビク、そんな条件では何々納得できません。そんな条件では到底納得できませんというふうに使います。到底納得できない、絶対に嫌だという意味です。
彼女は周囲の反対を何々戦地の取材に出かけた。彼女は周囲の反対を押し切って戦地の取材に出かけた。周囲の反対を押し切るというのは周囲の反対を全然聞かなかったという意味になります。仕事の期限が迫っているのでもう1分何々時間を無駄にできない。これは1分たりともですね、1分という短い時間でもという意味になります。1分たりとも無駄にできない。彼女は新会社を設立するべく必死で働いている。彼女は新会社を設立するためにですね、するべく必死で働いている。何々するべくは何々するためにの意味です。昔は男何々つらいなどとは口が裂けても言わなかったものだ。これは男たるものですね。男というものはという意味です。今日はいつ何々この人気レストランは混んでいる。これはいつにも増してですね。いつにも増してはいつもよりもっとこの人気レストランは混んでいる。普段も混んでいるけどいつもよりもっとがいつにも増してです。散歩何々本屋に寄ってくるよ。これは散歩がてらですね。散歩に行くついでに本屋に寄ってくるよという意味です。この樹齢2000年の木はこの神社の中で最も何々場所とされている。これは神聖な場所になります。樹齢2000年の木というととても神聖な感じがしますね。中国語はまだ何々程度です。片言程度ですはまだ本当にご挨拶ぐらいしかできない。これが片言です。赤ちゃんが話すのも片言です。